どうもこんばんは。はい、久々の実写ということで告知が皆さんにあります。そう、なんと LINE スタンプが発売決定いたしました。おめでとうございます。本当はなんか実写とかでなんか LINE スタンプのこうやって使ったらいいよみたいな例とか撮ろうと思ったんですけど、なんとびっくり、僕 LINE の友達が誰もいないんですよ。フォーク履歴とか見たら全部公式だし、ということで例が取れなかったので、まあこんな感じですよとか、まあこんな感じですよみたいな感じでこう例貼っとくんで、これ参考にしといてください皆さん。 LINE スタンプの値段はラーメンのトッピング2つ我慢した分ぐらいなんで、皆さんも買える値段だと思うんで買ってみてください。よろしくお願いします。で、 LINE スタンプ買った人はぜひみんな友達とか家族とか全然知らない人とかにも使っていただいて、これ何って聞かれたら、あ、それね、実は推しの実況者なんだよとか言ってみんなに宣伝してあげてください。というわけでとりあえず買っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ猫つキッチンへ GO。はい、キッチンやってきました。今回はラーメンを作っていきたいと思います。ということでラーメンの材料がこちら、はい、超安い豚肉一つと、足りなさだったんでもう一個超安い豚肉もう一つ、はい、もちろんこれはモガの裏で買ってきました。いい肉です。このシールめっちゃ欲しいな。なんか机の上とか貼ってきて、あ、まずよくなんかチャーシューとかよくぐるぐる巻きになってるやつよく見るんで、あれみたいな感じを作っていきたいと思います。タコ糸を探そうか。タコ糸が、はい、なんとタコ糸がなかったんでネギを糸代わりにしようと思います。ネギのこの繊維あるやんか、これを1本、あ、こう1本伸ばして、これで豚肉って巻けないのかな。こんな感じで巻いていって3種作ろうかな。タコ糸削減でね、地球温暖化に貢献します。で、これもう一本剥いて、すいません、何分か試行錯誤したんですけどめっちゃほどけちゃうんでやっぱなしにします。まずお肉に味が染み込む魔法の下準備をしていきたいと思います。こことかはめっちゃ硬い気するんで念入りに。この肉をもう丸ごとこの圧力鍋に、よし、でこの肉も圧力鍋にイン、よし。ちょっと待てよ、これ何、危な、殺されるとこだった。ネギを切るとこを録画失敗してたんでもう切っちゃいました。このネギの切ったところをこう適当に入れて味が染みつくのかな、入れていきたいと思います。ほいほい、ネギはすぐ柔らかくなっちゃうんで、上の方かな。OK。で、ここになんと、はい、このスライス機を使って、よいしょ。こんなもんかな。まあ、適当に生姜入れてもらって、ついたやつもちゃんと入れてもらって、はい、なんとなくニンニク、みじん切りニンニクも入れておきます。おお。かな。オッケー。わ、めっちゃもうすでにいい香り。なんかブクブクしてない？え、怖っ。何か生き物が住んでるのかもしれません。おお、怖っ。軽く混ぜてから蓋を閉めます。あ、反射するとこだった。反射マジで怖いからな。僕反射じゃないですよ。僕は無色。これでロックします。中火ぐらいで、これぐらい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 、火かけて待ってる間にタレを作りたいと思います。よいしょ。はい、まず国産米 100% 食塩ゼロ料理のための清酒を大さじ1杯。ああ。入れていただいて、大さじ1杯。オッケー。でみりんがもう少ないんで、おい。入れすぎかな。まあいいか。みりんは全部入れます。オッケー。一応テイスティングさせていただきます。うん、美味しくない。で一応
もらったごま油もちょっとだけ入れておきます。気持ちちょっとで一応ちょっとモコミチも入れておきます。あ、打点を高めに。 OK。 というわけで10分経ったんで蓋を開けていきたいと思うとこだったんだけど、確かそうや、使い方忘れたんやけど、とりあえずこれ下ろすんだっけ。あ、降りないわカッチカチなんやけど、これカッチカチや。これが降りるまで湯冷めさせます。圧力マークス、機関車トーマス、熱。オイラは犬猫、三浦の犬猫、知ってる人は知っている、知らない人は覚えてね。これで蓋を開けて湯汁を捨てます。ちょっとお待ちを。え、待って、いや待って待って待って、ちょっと待って、みんな湯汁って捨ててよかったのかな。まあ動画でカットすればいいか。はい、というわけでだいぶ水が蒸発しちゃってるんですけれども、このスープを入れていただいて、さっき入れた生姜とニンニクのおかげでしょうか、めちゃめちゃいい匂いします。でこれだけだとまだちょっと硬いんですよね。なんでもうちょっと加圧していきたいと思います。ローク&炎イン、開けていきますか。オープン。ちょっと待ってくださいね。見てください、こちらボーボーチンチン。え、見てすごくない、こうフォークの重力で油身貫通するんだけど、すごくない？これ今何もしてないよ俺。マジですごくって、もうなんかネギとか繊維なくなってるもん、見える箸で簡単に切れる。ちょっとこれ食べてみようか。ここいただきます。うん、うまい。なんかネギのゼリー食ってるみたい。うわすごっ、見た。え、俺今さカメラ構えてるからさ、片手で包丁入れたのにさ秒で切れたんだけど。いや、これちょっといただきます。え、めちゃくちゃうまそうやんこれ、すごっ。いただきます。うんまっ。これ働いて食べたらな、めっちゃうまいんやろうな。週末とかにさ働いて終わった後に。働いてないからな俺、働きてー。で忘れちゃいけないのがこの牧場に置いてそうなサラダ。今絶賛今喉いかれてて、いやネギってなんか喉にいいんじゃなかったっけ。なんかネギで喉巻くと声優になれるとか聞いたことある気がする。でも今ちょっと季節の変わり目なので風邪には気をつけてください。はい、というわけで以上 LINE スタンプ紹介でした。概要欄から買えるのでぜひ皆さん買ってみてください。それでは皆様ぜひ次回の猫好きキッチンで会いましょう。バイバーイ。